はい、アンザーです。ということで今日の動画はトラックレーシング XBOX 版です。はい、このですね、今回初のね動画になるんですけども、 XBOX 版は PS4 版とかと違ってですね、日本語のね表記がないんですよ。はい、なのでね、前回まあダウンロードし始めたんですけど、前回このねライセンスってのね頑張って全部解いたんですよ。まあとりあえず全部ここからだろうということで。でもこれ要するにミッションがあって、こういろいろなミッションをねこうクリアしていくんですけど、最初ね何を問われてるかっていうのはねこんな感じで全部英語なんでわからなくてですね、わかるのはわかります。単純なこう英語のやつはわかるけど、わかんないのは全くわからなくて、何をね問われてるのかがわからないっていうのが結構あります。こんな風にアクセレーションみたいな、こんな感じでなんかこうアクセル吹かしなさいみたいなで、その秒数以内にクリアしなさいとかになる。これでは、ね、わかったんですけど、中にはねこうねトラック特有のこう水をこう撒くみたいな、ね、のもあって、それはね最初何を問われてるのか全くわからなかったみたいな、そういうのもね無事解きまして、全部、まあ、クリアして、っていうのがね、前回で。で、これ全部解いたんですね。で、今回は、レースをしようと。はい。実際ね、こんな、だから今回、まあ今回それで動画にしようとしたんですけど、クイックレースにするか、チャンピオンシップにするか。クイックがいいですかね。二つシリーズがありますね。で、ああ選べるな、いろいろ選べるんですね。でなんかね富士が入ってるってのはねこの前に見たんですよ。ねいいですね富士。やっぱ富士にしますかね。2レースぐらい走りたいですね。でアシストがね結構これねアシストがねないんですよ。表示の設定のままになってるので、まあ、このままスタートしますけど、いいですな、富士スピードウェイ。さあ、ワールドシリーズになっております。スポット参戦ですね。はい。いやーね、これね、本当にね、これで日本語の表記がね、変換、日本語版が XBOX にもあったら最高なんですけど、スキップはしないでみましょうね。はい、まあ最初ということなんで。お、クイックレース。はい、僕はねあれです、ホルツァーファンなので、ってか XBOX なので、まあホルツァーシリーズしかねずっとやってきてないので、富士っていうのはね新鮮ですね。うん、スキップしないとどこまで行くんでしょう。まあとりあえず風景眺めてみましょう。はい、チューニングはいらないですよね。まんまこのまま走ります。さて、スポット参戦の富士でございます。はい、頑張っていきます。初のね、レースです。今までトレーニング、頑張って全部クリアしたので。さあ、スキップしていませんよ、全く。スキップしないと本当にどこまで見えるんだろう。
まあでも最初ですからね。さあ、ローリングスタート。ちなみに視点はこんな風に変えられます。はい、トラック視点。とりあえずこれで走りますか。僕的には、ね、さっきの視点に なった通りでした。そう、このねトラックのレースの特有というか、その他のレースゲームと違うところが、ここにやっぱりそのメーターの左側にこれ水、こんな感じで水をまくんですよね、ブレーキするとこれが熱を帯びないように水をこう噴射させてというのが、この最大のキットトラックレースの他の要するにレースゲームと違うところではないかと思います。はい、これはね最初分からなかったんですよ。どうしたらいいのか分からなくて、ね、トレーニングモードとか何を問われてるのか分からないモードがあって、わー圧倒的な今ビリですな。なんとかインつければ素敵みたいな。まあマシンの性能差はどうなのかよく分かってない。とりあえず抜けるものは抜けます。あ、そうだ、さっき言ったように本当に今出ましたけど、まさにさっきブレーキにね負荷がかかっちゃう、今すっかり忘れてました。ちょっと待って、こんな感じですよ。アシストがねかからない、その基本設定だと他のレースゲームとちょっとなんていうの、結構カーブでブレーキが勝手にこうかかるみたいなアシストがあったりとか、これ基本のままだと結構全部外されてるみたいで、そのねラインの走る線は出てるんですけど、まあそのぐらいだとは結構厳しめっていうか圧倒的ビリでしょ。さあ富士特有のこの最後のコーナーを曲がって圧倒的ビリのまま、そう、あとメーター見ても分かると思うので、メーター160キロ、これがやっぱり他のレースゲームと違います。160以上は出ないのかどうなのか、改良160が基準になってるのか知らないけど、もうスリップとか関係なく160は出れないんですかね。皆さんこれ越せるってことは160で越せる。水がなくなったのか、水が出ないぞ水が出ないんですけど、水使い切ったのかな、マジです出ないな、水が出ないから、そうするさっきのところのメーターの左側の熱量がすごくなってますもうなんか水がなくなってるって言って水が負けないですけど、水、まあ、今 B、 本当はこの B ボタンで水負けるんですけど、水が負けないですやばい、やばい、本当ブレーキ周りが、順調に行ってます。最近一周目いきなりあのコース外しましたけど、危なかった。あそこを乗り、あとブレーキはやばい、以前真っ赤っかになってきてる、だからもうなんか水が負けないから無理なんです。ナイス、
水はどうやら使えない。白目で使い切った水が負けないんです。ゴーアウトからゴーイン、アウト、ゴーイン。最終コーナーを曲がって、すごいクロスの戦いになってる。これトラックスリップとかあるんですかね。入ったかな、入った感じ。一応スリップあるな。さあ、順位は順調ではありません。さあ、3周目。6位です。現在。もう、第一グループとは全くまた離れ、あ、でも追いつきそうだ。あとブレーキが効かないですね。やっぱりやばくなってきた。ああ乗ってしまった、遠赤の上に乗った、遠赤の上に乗って、いや9位になってる、9位、10位、10位、11位、最下位になりました。遠赤の上に乗ったらくるりと回転しました。しかもペナルティ取られた。富士山山やばいです。もうなんか制御不可能になってきます。あれだろうか、ブレーキのせいだろうか、全然タイヤとかももうタイヤがスカスカになってるっぽいっす。カスカスのタイヤになっちゃった。曲がらないっす。はい、もうこんなこんな、もうタイヤスカスカ感、端子も持たない。さすがトラック、全然制御が不可能な。如実に3周目でもう垂れてます。ラップさん、本当のトラックレースは何周なんだろう。基本デスアンデス変えてないですからね。3周目もガッタガタで終わりました。なかなか調子よくこれ最終ラップを迎えたのかと思った。ダイヤもう一周どっかでやりました。もう一つどこかの組みで、次回また動画はあるかどうかは分かりませんが、圧倒的12、なんか全面ガラス割れてんのか。さて、あ、ちなみにね、僕ね、キャラクターは作ってますよ。これやると自分になるのかな。例えばちょっとワールドシリーズプロフィール、僕自分で作ったキャラってさ、これいないんですかね。それは参戦はダメってこと。自分で作ったキャラってのは参戦にならないのか。まあしょうがない。さて、
もう1コースはどこ走ってみますか。ちょっとあまり告知あまりここアップダウンがきついとこだから、あれちょっと待った、あ自分で組むのかこれ、えちょっと待ってよ、ふうふうふう、チャンピオンシップ、クイックレスにすればよかったのか、もう間違えました、ちょっといきなりはちょっとわからなかった、今何を問われてるのかここラインがちょっとね、さすがちょっと英語表記で私の解読能力のなさでクイックに切り替えました、はい、でこのね有名なとこアップダウンがものすごいとこです、はい、このままでですね3周スタートポジション後ろからスタートポジション1にしてやっぱり12にしよう余計なことはしないね、はい、ラグーン、はい、あ間違えた、コース戻っちゃった、このトラックで駆け降りたり登ったらどんな感じになるのか、さあアメリカの方に一気に飛びました、これ全部見ますかねどうしようあれ風景綺麗だからな、いいな、こういう風に眺めるの鑑賞としてね、これねデートナ USA とかでねデートナのあれですよ、ドリキャス版かなだっけに入ってます。さあ、今回はスキップでいいですかね。さっきのと違って。もうちょっと見ます。どうせ一番12番ですから、はい。さあ、スキップしました、お、さっきと違うトラックでいい感じね、今回水大事に使います、前回ちょっと水失敗したので、まだゼロ、あ、ちょっと今使いましたけど調子いいじゃないですか、調子いいじゃないですか、制御ちゃんとしてます、今回は制御が、あっ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 、後ろを持ってかれるんだな、きっとベース、あの遠赤に少しでもちょっと乗っかったりするとどうやらケツが振られてしまう、慎重に、あーちゃ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 、ホールを倒したいで、まったホールは関係ない、
くなる。怖い。うまくいけてる。うまくいけてる。うまく、ギャー、消すか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 。プルプルして。取られた。ショートカット。これで8位です。さあ、前回のヘマを犯します。3周目で誰だよ、タイヤが誰なよ。さあ、1つ目かばいつつ、ここら辺で抜くのがいいです。さあ、さあ、いけそうだよ。インに入ってブレーキで勝負。やばい、ブレーキが、あ、でも頑張った、抜けてる、抜けてる、6位まで来ました。やり合った。やり合ってくれた。こんな、あっと、やり合った。あ、しまった。これカット？今のカットあったね。まあ、カットでも何でもしたけど、とりあえず3位まで。ただ、ケツに当たってるんですけど、ケツにですか、ケツに当てられてるんですけども、ね、まあ、違いなく。はい。それは分かってます。見えてます。押すと分かんない。水が3周目まで持ってるぞ。水が3周目まで持ってるぞ。あ、なくなった。なんて言ったらなくなった。お水がありますよね。ビートスイング。あ、やった、またやった、ほら、ブレーキ。また3周目の罠に引っかかった、くっそ。結局3周目の水がなくなったのも終わったね。ああ。めっちゃ調子がいいと思ったけども、また終わる、このまま。かといってね、アクセル吹かしすぎるとなった。でももうタイヤがよれてね、あ、ひどいことの、あ、まさかのトラック、トラックひどいこと、あ、ぶつかった。最悪、また12位です。あ、結局こうやって終わっちゃって。同じパターンで終わった3周目誰とった、あ、1時3位、3位か何位まで上がったんです。その後に車、トラック回転しました。まあ単独に行こう。だから、ちょっとトラックが制御不可能。またショートカットになっちゃうね。でもね、ブレーキ効かないんだっていう言い訳。もうだってブレーキカスカスですね。なんとか走って、頑張れ、頑張
ということで圧倒的に12で終わりました。いかがでしょう。もう違うとか言おうかな。もう一つ、リプレイ見るか。それともね、ということで、もう一個クイックやってみましょう。さて、力尽きそうなので3周目に頑張って。頑張って。もう見るのかな、スキップはなしの方がいいのかな、なんか思いついて、ちょっとさあ、もうペナルティー取られた。いきなりペナルティー。あ、てかすごいな。おい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 。こんなぶつかってくる。F1 とかが大変です。これ結構なボンネットタイプなので、あれですよ。た気がするよ。なんとなくイメージ。クロスのおかげじゃん。クロスのおかげかもしれない。僕が勝ってるです。
ピッて入ってみますね、一回最後。ダメダメ、せっかく順位いいから今。ああ。何これ。ぶつかったかと思ったら、ぶつかってなかった。おお、やっぱスピンコーン出しすぎた。やってしまった。一周。あれはった、同じことになってる。同じことになってる。再開になっちゃった。ペナルティ取られる、ペナルティ取られるよ、カットしたことになった。あ、でもみんなすごいね、みんなもこんなに。こうスタートした。だから今回はあれです。慎重に曲がります。さっきスピードがすぐコーナーに入っちゃったんで、3周目はしっかり。7位だったら僕の中でも結構いいんですけど、前回2コースのあれに比べたらオーバー。まだね、水はあるっぽいよね、出てるもん、ね、ほら持ってる持ってる、今回反省を生かした。いけてる、タイヤがいけてる、水はなくなった、やばい、赤くなって、凄まじく赤くなって、やばい、もうブレーキはいかれてる、オーバーヒートして、あとは自分の制御して倒した、やべ、ヒットした、ポールヒット、なんとか抜け、なんとかケツが抜けた、やばい、もうめちゃくちゃブレーキあった、あんなにやってる、真っ赤っか、やばいやばい、ブレーキあった、最後1でも入ってインでも攻めてみます、最後。あ、やってしまった、終わった、私の最終です、終わりました。ただ今リワインド機能があるんだろうね、使ってない、そういえばそういうのもあるだろう、でもこうリワインドボタンが出ないんですよ、何ボタンで言って何とかなっていう表記が今のところ、フォルツはすぐ教えてくれる、リワインドリワインド、7位だな、あーやばいやばいやばい、あー回る回る回るよ回るよ、はい、また再開になっちゃう、また再開になっちゃう、はいはい、はい、どうも無理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 、はい再開決定、はい、再開か、あれは確定しました。3周とも再開で
3周目すべて。さあ、いかがでしたでしょうか。トラックレースというのもいいものですね。はい、初めてこういうので、ね、ゲームが出たんで良かったですよね。願わくば、まあ、日本語表記があると楽しみ。ということでいかがでしたでしょうか。トラックレースでした。はい、トラックレースの次回があるかどうかはつうのはよくわかるイベント押せない、そこまで行ってないってことなのかな、押せないってことは。タイムトライアル、ここは自分で作ったキャラで要するに遊ぶってことですよね。ね、出てるもんな。ガレージ、この先きっとトラック買っていくってことですよね。ね、こういうふうにほら進んでいくんですよ。ってことでした。あ、ちなみにですね、そこにザ・シンキング・シティで出てますけど、そうなんです、これあの Xbox なんかマイクロソフトの変換がおかしいみたいで、トラックレーシングじゃなくてザ・シンキング・シティっていう他のゲームのなんか変換になってるっていう面白い表示です。はい、これなんかね話題になってるっぽいです。はい、なかなかマイクロソフトが直さないみたいな。はい、ということで以上、ザ・シンキング・シティでした。はい。